ホホール人の語源は、ウクライナコサックの独特な髪型、オセレーデチに由来する。ホホール人と呼ばれた、ウクライナコサックの独特な髪型、オセレーデチに由来する。19世紀のロシア帝国では、ウクライナ人と並んで、クバーニコサックを指す言葉でもあった。20世紀には、ソ連構成諸国においても使用されるようになった。現在、ウクライナの国籍を持つ、 ウクライナ人の他に、ロシア在住のウクライナ人やウクライナ人の祖先を持つ人々に対して用いられることもある。ウクライナでは民族差別用語として位置づけられているが、ロシアのマスコミでしばしば用いられている。28-2006MCK ありがとうございます。